中国外務省によりますと、6日にパリで開かれた EU フランスとの首脳会談で、習近平国家主席はヨーロッパは中国式近代化を実現する重要なパートナーだと述べました。 EU が警戒する中国の電気自動車などの過剰生産の問題については、中国の新エネルギー産業は気候変動問題などに大きく貢献したなどと成果を強調し、比較優位と世界市場の需要の両面から見れば中国の過剰生産問題など存在しないと主張しました。一方、フォンデアライエン委員長は会談後の記者会見で、中国の電気自動車や鉄鋼など補助金付きの製品がヨーロッパ市場に氾濫していると指摘し、世界は中国の過剰生産を吸収できないと反論しました。さらに、市場へのアクセスも総合的である必要があると述べ、必要であれば我々の企業や経済を守る手段を取ることを躊躇しないと中国側を牽制しました。